どうも皆さんこんばんは、エネムです。随分と久しぶりのエネラジ。僕が喋りたいことをダラダラと喋るだけのコーナーのお時間です。さて今回は昨日最終日を迎えました石田水天。非常に盛り上がったようで、メディアにも多数取り上げられておりました。もちろん僕も福岡会場の方に伺いまして、東京グル、そしてジャックジャンヌの世界を堪能してきました。とは言ってもですね、僕が会場内見て回ってる時に感じたのは、あれは紛れもなく石田水作品による石田水の展覧会だなということですね。東京グルもジャックジャンヌもどちらもすごく工夫された展示をしてまして、見てるだけで楽しいけど、歩いてても楽しいみたいな空間としてね、まさに石田水ワールド、そういった展示のされ方をしてて、とても面白かった。で、その2つの作品が展示されてる中に、常にね、石田水の気配を感じるというか、ちょっと言い方おかしいですかね。あのね、今でこそ水先生ってツイッターのサブアカとかで元気いっぱいやってますけど、東京グールが連載されてた当時は何者か分かんなかったんですよ。性別すら分かんなかったし、ファンの間ではこう神格化してたというか、本当に人間なのかなみたいな。今回の石田水展で生の原稿とか、すごく貴重な当時の資料とかがそのまま展示されてて、特に100の質問とかもですよね。石田水の思想とか心情とか、そういったものを感じ取れる、まさに石田水の展覧会だったなと思いました。まあ、石田水展の様子は動画やブログにまとめてるんで、また興味のある方は見てみてください。で、昨日最終日を迎えたわけなんですけども、どうやら水先生も最終日に現地に向かわれたようですね。昨晩ツイートをしてましたけど、RE 最終巻の後書きのことについても触れてましたね。もしかすると読者の中には、3年前東京グル RE が完結した時、最終巻の後書きやその他完結後のインタビューなんかを読んで少し落ち込んでしまった方もいたのではないでしょうか。作家の苦悩とかって、幽遊白書やハンターハンターの冨樫先生の件もありますし、読者の俺の想像が及ばないところで7年間水先生は戦ってたんだなって思うと、東京グールの続編書いてくれなんて軽く言えなくてですね。だから昨日の水先生のツイートで、3年間胸に詰まってたものが取れたというか、水先生自身が、あ、楽しかったんだって言ってくれて、心から嬉しかったんですよね。だからあれは、昨日の水先生のつぶやきは、東京グール RE 最終16巻の後書きの続きなんですよ、僕にとって。東京グールが完結して、もう3年になりますけど、僕の中でもようやく一区切りついたような気がしましたね。なんで、水先生に改めて東京グール連載の感謝を伝えたい。そして、超人 X、思う存分楽しませてもらいましょう。はい。今回は短いんですけど、エネラジー、ボリューム10、石田水展についてでした。ではまた。